人間って本当に明日のこともわからないんだなっていうことだと思うんですね。 全く予期できない将来のことなんてってことだと思うんです。で、私のイメージの中では、間違いなく、水戸橋博士っていう人材は、参議院の中の名物議員になれるぐらいのポテンシャルを持った方だっていう考えがありました。その一方で、私たちの見えないところで苦しまれていたっていうことも数多くあったんだろうと、そう考えると、党代表としては、至らない点が多かったなっていうふうに反省をするところなんですけれども、一人の人間として見たときに、権力と対峙する、これまでは芸能界っていう世界で活躍をされていて、それが 越点政治家という立場から権力と対峙していきながらみんなのために仕事をしていくんだという立場に置かれた時の不安感であったりとか様々これからやっていかなきゃっていう思いであったりとかいろんなものが自分の中で入り混じっていくっていうその中で不調というものも大きくなってしまったんだろうということを考えると自分ではない誰かがそうなっただけの話じゃないんですよね自分ごとなんですよ私もそういう状況に陥る可能性十分にあると思うんですね